思考塾実践スクール第1戦の久保田と申します。よろしくお願いします。私がこちらに参加していただいたのはですね、かねてから経営については非常に強い関心を持っていたというのがあるんですが、一番大きかったのはそこに人間学が加わるという部分に非常に惹かれました。私自身、自分自身で学んでいく中で、経営というのは人間学というものというか、すごく真逆にあるというか、対極に位置づけされるものだと思っていたのもありましたので、それが掛け合わさるというのはどうなのかというのを本当に学びたいというのがあって参加させていただいております。実際にスクールでは理論だけではなく、実際に自分がワークなどを通してどのように使っていくか、そしてそれを実際の仕事や人間関係の中で実践できるような形でやらせていただいているので、本当に毎回すごい自分自身の再発見や、環境というのがありがたいと感謝というのをいつも気づかせていただいております。このようなバーを提供していただいている田中社長には本当感謝しかありません。いつもありがとうございます。